さあ、今週番組お休みでした。で、この更新していくんですけれども。うん、ジブリ店がね。大盛況なんです。私も行ってきたんだけど。うん、あのね。チョコミラクイズが。生きた。どういうこと。あの。会場って。こう。年代ごとに。展示してあるじゃん。うん、作品と。 その年にはやった流行語とかあとモノとかで1993年だったかなポケベルがね全盛期っていう展示があって、うん、でそこにえっと14106って書いてあってあわかったそうでえっと私はあああれだなって思ったのねそのクイズでやってたから。 そしたら私の隣にいた親子が、まあ、20代前半の娘さんとそのお母さんで来ていらっしゃってて「お母さんこれなんて読むの?」って「えー、何だっ,たっけえー、分からんわ使っとったんやろ?」って言ってもうなんかずっと、まあ、12分喋ってたから「うん、あの愛してるだと思います」って言った言ったそしたらああー お母さんもピンと来てないし、娘さんもえあいうんああみたいな。言われてみれば愛してるって読めるかなーみたいな感じ。そうそうそう。ああ、余計なことしたね。<laughs> いや、親切でしょあ、そう。うん。面倒くさがられたんじゃない。何こ何かの主張激しい人みたいな。え、だから、私もそこはドヤっとせずに。あ あの、おそらくなんですが、愛してるだと思います。っていう言い方で言ったよ。配慮したかうんよくできました。そういう懐かしの展示がね。たくさんある。あの企画展なのでなんかね。総来場者数が県美術館の企画展の最高観覧者数を更新したらしいです。お<ー>歴代1位。え、すごいんじゃない？それ。さすがジブリだね。 いやさすが KNB だろここは <laughs> 俺たちのおかげにしようぜあ、でもあれかこれ北日本新聞さんですとか、うん、富山県美術館さんもこう合同でやってるんですよねそうん、あじゃあこれ実行委員会のおかげっちゅうことでどうでしょうか <laughs> まあまあまだいけるんだよねもちろん年内も年内はいつまでだっけ 12月29日までやってんだってへえー、で年明けは1月3日からでしょうーん1月5日の「金曜ロードショー」は「千と千尋の神隠し」らしいよあ見なきゃ撮ったもんね写真ええ千と千尋の写真」え撮ってないよ 私マジの卓球ピンとポニョしか取ってないあ、ポニョとセントジヒロってなかったっけあったけど取れてないお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 い書いて取ってこいセントジヒロの PR せなあかんのや KNB 的には1月5日までにアワチ取ってきてください <laughs> はい<笑><笑>まあ冬休み期間中もね 金曜ローードショーとジブリってやってますんでチケットはねあの事前に予約して買わなきゃいけなくってその日行きたいってなった時にホームページ見ていただいて空いていたら行けるチャンスはあるので行ってみたいっていう人をぜひチェックしてください。まだの方も一度行った方もお出かけください。